夏でも、グローブの下にインナーグローブをしています。ちもうろです。ここは、ホンダドリーム久留米です。このスクーターを買ったお店で、定期的に点検してもらっています。今日は、ここから朝倉インターチェンジあたりまで行きます。以前、天城から、このドリームまでの道順の動画を投稿したのですが、それとは別の道順です。交通量が多い地域なので、できるだけ右折しないで済むように行きます。国道210号線、太い道です。東へ向かって進みます。どこかで U ターンすれば、前回と同じ道をたどることもできるのですが、スクーターの場合は、路上で立ち止まるのは、できるだけ避けています。車と接触した場合、仮に 100% 相手が悪くても、致命傷を負うのはこちらなのです。いくらでもスピードを出せそうな道なのですが、この道では、無茶な運転をしている人は、あまり見かけません。右車線から急に割り込んでくる人が、たまにいるくらいでしょうか。右車線は、突き当たりで右折専用になるので、左に入っておいてください。ここを左折すると、宮の陣クリーンセンターあたりに出るようです。比較的新しい道で、まだ利用していないのですが、天城方面へ行くのであれば、あそこで左折した方が便利かもしれません。この道路の突き当たりです。左折するのですが、この信号は毎回混んでいます。筑水高校前を左折。あとはしばらく道なりなのですが、この道は、混んでいることが多いです。交通量の割には、道幅が少し狭い気もします。渋滞緩和に協力するためにも、先ほどの新しい道を覚えた方がいいかもしれません。ゆったりしたペースでひたすらまっすぐなので、運転に自信がない間はむしろ助かります。
ここを右折すると道の駅久留米です。私の体感ですが、この歩道橋を過ぎたあたりから徐々に渋滞が解消されてきます。天気もいいので景色を見ながら走りたいのですが、30分くらいずっと道なりですので、ところどころワープします。ずっとまっすぐ走っています。
右手に郵便局が見えるのですが、この辺りから田主丸です。久留米市と合併するまでは田主丸町と呼ばれていました。果樹栽培が盛んで、ぶどうの巨峰はここが発祥だそうです。山の方へ行くとワイナリーもあります。またカッパ伝説のある町で、町のそこかしこにカッパの像があります。別の動画にもたまに映り込んでいて、いつかカッパ巡りをしようかななどとコメント欄に書き込んでいるのですが、まだ行っていません。どうも1000体近くあるようで、どうまとめるか考え中です。そんな田主丸もずっと直進。もう14時頃なのですが、お昼ご飯を食べていませんでした。モスバーガー、うどんレストラン内田屋。お昼はすでに過ぎているので、ダイレックスでいいです。125cc のマニュアル車。かっこいいですね。愛車選びの際、迷いました。突然ですが、買ったもの紹介。薄皮クリームパン。バニラモナカジャンボ。多分溶けるでしょう。ぬわー。麦焼酎。おむそば。多分偏るでしょう。以上です。お昼ご飯代わりに食べます。ダイレックスの次の交差点を左折。ガソリンスタンドがあったのですが、更地になりました。麦焼酎は
糖質ゼロで歯に優しいらしいのでマイブームになっています。歯は一旦悪くなると自然治癒しないのでトラブルを起こしたくないです。ずっとまっすぐ行くと朝倉インターチェンジあたりに出ます。それではご視聴ありがとうございました。